皆さんこんにちは、シンポポエシキです。今日が休日です。そうなんです、台風来ると言いながらもう全く来ず平穏な休日を過ごしております。で、今日はね、体重計を買いに行こうと思いまして、体重計が壊れた3日4日前ぐらいからなんか測れんな、電池入れ替えね、電池入れ替えてもなんか測れんなって言って、体重計にたまに測れる時があるから乗って、あ、ミスった、これもあかん、乗ってミスった、体重測るのに5分ぐらいかけて今3日間ぐらい測っております。ということで今日はちょっと体重計を買いに行ってきます。あともう一つはちょっとクラブしてて、今夏で汗がすんごいかく、まあ、長女ね、僕も長女もすんごい敏感肌なんですよ。で、乾燥肌でということで、まあ、昨日ちょっと夜話してたんですけど、昔小さい時に使ってた巫女石鹸、多分動画にも登場したと思うんですけど、あの石鹸がものすごく気に入ってたっていう話になって、で、僕も使ってて、あの時あ確かに乾燥とかなくなっとったなーっていうことで、それをちょっと今日は店舗でも購入できるんで、今日はそれちょっと買いに行こうかなと思います。では今日は体重計と巫女石鹸を買いに行こうと思っております。まあ、ちょっと散歩がてら行ってきます。片付けて、電気も消して、ほな行ってくるわ。いってらっしゃい。新パパ、はい、今クリーニング出しました。またここいっぱいつけてタレみたいな、前ちょっと酔っ払っとった時かな、なんかまたクリーニングの人にまたですかー言って、少年みたいですねって言われた。恥ずかしいよ、もう完璧に顔覚えられたよ。ということで、今から石鹸買いに行くんですけど、どこの店舗やったっけって調べたらベビザラスに売ってるみたいで、加古川のベビザラスに、今から行ってきます。ベビザラス久々やな、子供小さい時よう行きよったんですよ。今からそれ行ってきます。はい、到着しました。今から買いに行ってきます。あ、すいません、お待たせしてます。はい、お願いします。かしこまりました、少々お待ちください。はい、すいません、お待たせしてます。はい、ではこちら中身が入ってございます。次は体重計です。うちは安いのでええねんけどな。あ、安い、2000円。あ、これでええわ。もっと安いのないのか。一番最安ね。うん、あれにしよう。これにしたらちょっと1000円高かったけど。新パパ、はい、購入しました。体重計ちょっと1000円、1000円ちょっと高いの買いました。何でもよかったんやけど、だって体脂肪とか測らへんし、別に体重計で体重差測れればいいと思ったんやけど、ちょっとだけ1000円グレードアップした。自分が買いたい色がなかったから。あとこれ巫女石鹸久々やわ、ずっと使っとった。これ保湿がものすごくって、しかもまあまあちょっと値段はするけど、もう 100% 天然の石鹸なんで、戻す、これに戻す俺は。もうこれむちゃくちゃいい、使っとってもかなり体感できる。リオもいい時すごい用なっとったから、これは親子ともとも一緒に使います。で、あと僕も洗顔も、ちょうど切れて、昨日か切れて、まあ店頭に買いに行きましたけど、ネットの方がお得です。まあ買うんやったらどっちでもいいんですけど、まあネットの方が、値段的にはお得になってますんで、皆さんそこは頭入れとってください。欲しいよ思ったらすぐ走ってしまうから僕。では帰ります。ただいま。あ、リオ買ってきたで巫女石鹸。あ、体重計もゲットしてきましたよ。体重計測るのに5分以上かけとったから。リオまたこれ小さい時使っとったけど、巫女石鹸で顔洗い、これ 100% 天然由来だから、もう俺も使おうから。これ洗顔、俺も肌ちょっと荒れてくるから一緒に使いましょう。洗濯もしとって欲しかったな。あ、風呂入ってるわあいつ。あ、6時15分か、時間経つの早いな。なんか
子供らのご飯に時間縛られてますやんか。さあ今日はもう超簡単に作ろうかな、スーパー簡単飯で。これもまたショート動画とかで今日作ってるやつは編集してあげようかなと。カメラ欲しいな、もう一台。やったら縦取りということでできんねんけどな。今日はエノキング豚肉、エノキングと豚肉を使います。では今から作っていきます。ショート動画また流れると思います。復習します。やっぱり今日はそのまま YouTube 流します。もうすぐできるんで。うまっ。エノキングトゥン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 トゥ冬って何月？冬？うん。冬はもう時期や。3分蒸し焼き。ありがとうございます。助かります。うん。その間に大葉を切っとこうか。うまそう。あ、いいや。アイロンも覚えたら楽や。女の子だからな。頑張ってください。やけどだけ気をつけてや。で、この中に焼肉のタレ大さじ2でもちょっと美味しいから大さじ2杯半ぐらい。そうなんよ、全部は一人じゃ無理だから手伝ってって言ってんねん。お前が言うな。パパ、マグロのご飯カチコチあったで、意外と。なんか温めてあげんねん。いや、もったいないやん。せっかくマグロ食べてんのやけど。ま、温めたらマグロが温かくなるやん。ネギだ。何それ？大葉。大葉さんの臭いやつ。これをまぶすから、味出すんだけどな。大葉飾りやん。大葉飾りはい。言い方や。言い方や。豚肉2枚余ったから俺これぐらい食べてええやんっていうね。どう？うまい。おいしい？うまい。よかった。うまいでしょ。うん、うまい。よかったね。なんか暗いな。台風のせいか。指示やったらまだ明るいはずやねんけど。え、外が？そうそう。パスに閉めてるからや。いや、暗いわ。この前会社のお母さん、まあ以前は友達はスタッフと喋っとって、子育て絶賛中のお母さんたちやけど、やっぱこうご飯が出てくるって当たり前と思わんとってなって。そうよな、自分の飯後回しやもんな全部ってめちゃめちゃ共感してた。うん、僕の飯は、うん、あともうちょっとで飯たどり着ける。ビルで行けばいい。天才、ちょうど200。ごちそうさまでした。はい、いいやん、いい当てできた。で、大葉入れて、よきよき、なんかボリューミーやな。これから早く飯作ってチンだけチンして食べれるんでしょうかな。野菜炒め美味しいんですか？めっちゃ美味しい野菜炒め。野菜炒め丼。何それ？野菜炒め鶏そぼろ丼。一口ちょうだい。絶対あかん。そうそう。そのため人参だけあかん。ナスと、それ鶏そぼろやん、やめて測っとんねん。うまい。うまい。新パパ。洗濯、洗い物、料理、片付け。いやー、たまにふと思うよな。俺ほんまシッちゃうからと思うときたまにある。これから野菜炒め丼にしよう。うん、
片付けよう。ありがとう。新パパ二個石鹸です。どうした？久々に使うからさ、俺今もう肌終わってるけど、これで顔洗っていい？うん、わかる？わかる。あなたわかります？わかりません。わかりませんよね。前はわかんない。これで、うん、で、ほら見て、やっぱすごいわ。泡立てて、パスして、うん、わ、皆さんやっぱりニコ石鹸すごい。どういったんやろ。こんな感じ、ちょっとしただけで。久々で、これで、います。うわ、久々に使った、気持ちいい。やっぱ全然ちゃうな。皆さん、もう分かるかな、全然ちゃうわ。もうやっぱこれ買ってよかった。手でも使えるし、髪の毛もそのまま洗えるよ、これ。そうだね。いい、良き感じやろ、うん、それ使ってな、もうこれ顔洗う時、うん、リオもこれでは顔洗いな、うん、めっちゃ肌めちゃくちゃいい、もちる。やっぱり全然違う、買ってよかった。私お風呂入るわ。昔を思い出す。使ってたな。ああ、ちょっと太ってる。体重計、夜の体重って測ったことないよな。夜測った時でも朝測ったら絶対1キロ以上落ちとるから、あんま意味ないと思っとんねんけどな。せっかくやし、測るか。ああ、すごい。画面で出るのと鏡で見るの全然違う。何？置いとく。あ、中入っていく。何？ここおるやん。何を？クモ。赤ちゃん。僕はこれ、今日はこれで頭洗います。めっちゃ気持ちいいんですよ。おー、なるほど。二個石鹸すごい。なんか二個石鹸の回しもんやって思われそうやけど、結局なんかいろいろ使って昔に戻るってそういうことなんかなってリオと言ってた。やっぱり天然は天然で感じ方が違う。僕そんな肌綺麗ほうちゃうけど、ニコ石鹸結構すごいわ。あの僕オイルオジオット使ってるんで、パーマの時にずっと使ってたオイルなんですけど、いやほんますごいな。また皆さん概要欄貼っときますんで、ニコ石鹸ちょっとこれは基本的には僕は案件とかあんま受けないんですけど、いいなっていうやつだけ。めちゃくちゃいいわ、ほんまに。久々に使ったけど、やっぱりまたチェックしてみてください。マネーのりお、うん、眠たい。いやー、二個石鹸ええなー。なら皆さん、回しもじゃないですよ。一応 PR はしてますけど、帰ってきた感じ、やっぱり終わった後で、あと僕は店舗でも二個石鹸買えます。店舗でも買えるねんけど、まあ正直ネットの方が得です。だからまあ概要欄貼ってるので、もし欲しいとか気になる方は概要欄から、飛んで買っていただけたら。で、あと子供さんとか敏感肌とか、乾燥肌とか悩んでる方たくさんいると思うんですよ。僕も実際そうで、まあ、減量末期とか、ただでさえ乾燥肌なのに減量末期だったらもっと乾燥になったりとか、逆に減量終わって、普通の生活を送っても敏感肌になったりとか、まあ、高橋家は肌が結構弱いです、本当に。で、早速、まあ、リオは撮影しないんですけど、リオも使って、いいやんって言ってた。あ、目が痛い目が痛いって、目ん玉に何か入った。あれ、いた。何、目ん玉、あ、すごい、まつげ入ってた。そら痛いわ、コンタクトと眼球の間に。何の話しとったっけ。
でやっぱりその 100% 天然の石鹸ってあんまなくて、やっぱ高いんで、僕のおばあちゃんが言おった、高いものには高い理由がある、安いものには安い理由があるって、それよくおばあちゃんが言ってて、あのお母さんじゃなくてその僕のおばあちゃんの方で、めっちゃわかると思い始めた。まあこれから使ってみるんで、皆さんもよかったら、ああ僕が勧めるってことは本当おすすめです。今使って2時間近く経ってますけど、むちゃくちゃいい。これは大人も子供も全部いけるかなと思います。なんかニコ石鹸愛が強すぎてちょっと喋ってしまった。久々に使ったらやっぱりいいって感動した、シンパムシでした。持ちやこ、今アルミホイルを入れて温めております。まだかな、まだかな。よいしょ、いい感じ。ちょっと蜂蜜を垂らして食べますと、糖質が今日全然足りてないんで、ちょっとだけ。まだかな、まだかな。うまそうでやんす。あげます。